091型原子力潜水艦は中国人民解放軍海軍が1970年代から運用中の攻撃型原子力潜水艦である。NATO コードネームは官王朝にちなんで関級。船体は累積型、複核式構造であり、3番艦以降は艦隊が8メートル延長されている。搭載する魚雷の数を減らすことなく、 対艦ミサイルを搭載できる垂直発射艦を搭載していると見られていたが、実際には従来の魚雷発射艦から水平に発射されるものであった。艦隊が延長された理由は、航行時の雑音対策によるものと見られている。雑音の音圧レベルは、401号艦、402号艦が160から170デシベルであるが、四百三号艦から四百五号艦は、 改善され、140から150デシベル。しかし依然として静粛性に欠け、アメリカ海軍や海上自衛隊には容易に探知されている。手記に加圧水型原子炉ターボエレクトリック方式を採用した。しかし、陸上用加圧水型原子炉を潜水艦用原子炉として十分な研究なしに改造、導入したため、構造的欠陥が原因と考えられる。 放射能漏れ事故が頻発した。一番艦は1974年に収益したが、約10年間は完全に運用できる状態ではなかった。また、中国国内には被爆した潜水艦乗員らを対象とする放射能汚染障害専門病院海軍409各省潜海院が新たに設立されている。 中華人民共和国は1950年代後期から原子力潜水艦開発に着手し、一番艦、調整一号は1974年に完成した。続く四隻の潜水艦は1980年代に収益した。また本型の艦隊を延長し、潜水艦発射弾道ミサイルを搭載した夏型も完成しているが一隻しかないため、出航は稀である。 5隻が建造され、全艦とも、北海艦隊に配備された。複数回の放射能漏れ事故を起こしたが、一番艦、調整一号は2003年に予備艦となり、2013年に退役するまで、長らく艦席にあった。2004年11月、ロサンゼルス急原子力潜水艦に追跡されていた、一艦が、グアム東近海まで航行した後、石垣島付近で、 環球原子力潜水艦領海侵犯事件を起こした。その際、海上警備行動が発令され、海上自衛隊に探知、追跡された。すでに2隻が退役しており、稼働するのは3隻のみである。2017年には、一番艦、調整1号が、中国人民解放軍博物館に展示されることが、報じられた。 http コロン <m> スラッシュスラッ <call> シュ www.globalsecurity.org スラッシュ military スラッシュ world スラッシュ china スラッシュ typ-93.htmhattype091hanclasshat 海外鑑定ニュース中国の厳選第1号博物館へ世界の観選第863周回認者ありがとうございます